天次郎でございますさあ今日のテーマこちらでございます大阪直美全米オープン優勝の日米の違いっていうことでございますけどもさ大阪直美選手がですね全米オープン優勝しましたね まあ人種差別の抗議をしましたね。一日まあボイコットをすると。まあ教会側もまあそれを理解して、プレー再開してくれってことで、えー、まあボイコットをしたものの火をずらして、また再開したということですけども。さあ、それに対してですね、まあスポーツに政治を持ち込むなとかの意見もいろいろありましたね。うん、大阪直海選手頑張ってたとかね。もういろんな意見あったんですけども、僕も思うのは確かに政治にスポーツを持ち込むっていうのは、うーん、これどうですかね。だってですよ。 政治にスポーツは持ち込んでないですからね。うん、決議案出すときにねペペ、あ、ちょっと、ちょっと、オフサイド、オフサイドないですから。あとなんかこう、答弁でね、こう3回話したら、はい、今をファール、今のファール発言、もう三回、スリーアウトチェンジとか、チェンジはないですから。<laughs> 政治にはスポーツ持ち込んでないというね。ただまあ、国内、日本国内のね、スポンサーが手放しでは喜べないっていう発言をしたんですね。さあさあ、ここでございます。 これよく比較されるのがですね、ナイキの CM、うん、これと、あとそれから日本の西の CM、これよく比較されてるんですけども、ナイキの CM ね、皆さん見られましたかね、テニスをしてるう直美選手ですね、うこれにですね、うこうテニスパンしてるインタビュアーの、アメリカと日本のインタビュアーのこの違いみたいな、こうそこをこう、まあ、編集されてあるんですけども、Who your biggest ライバルとかって聞いてね、あなたのライバルは誰ですかとか、あと、Do you consider yourself a Japanese or American? とかね。 あなたはアアメメリリカカ人人の気分でですすかとかとともね英語の場合でしたらあと「how do you deal with the pressure of being a top?」っていうまあだからトップになると、うん、それを克服するのはどのようにしてますかみたいなそういう質問があるかと思いきや日本の場合は、うん「何か賞金で買いたいものは?」とかね、うん「日本語で答えてください」とかね、うん、でもこれが一番良かったですね「明日またカツ丼食べるんですか?」っていう <laughs> でそういうのあって、うん、手に捨てるときね。で、パッてやったら、その、インタビューに対して、シッっ,ってやって、just do it ですよ。これね。うん。ちょっとユーモアもあってね、そういう、まあ、アメリカらしい質問をされる時ときと、日本らしい質問をされる。それに対して、シッっ,っていうのがあって。<laughs> その、まあ、ある種、皮肉のようなユーモアが、ナイキでございます。一方、日清ですけども、 これちょっと前ですね、人気漫画のですね、新テニスの王子様っていうね、そういうアニメーションで、まあちょっとしたストーリー仕立てみたいなやるんですけども、大阪の海選手が白人のようにこう、ちょっとただ白くですね、描かれてましてね、これはマネジメントサイドからクレームも来たし、あとツイッター上とか世間からもクレームが来たという。これクレームが来たことで、日清グループはですね、 基本的人権を尊重して性年齢人種にも配慮し企業活動ですねあと多様性を尊重しながらやっていきますみたいな正式なコメント発表してるんですけどまあよくある定型文をコピペしてみたいな <laughs> そういうことでまあ発表したあったんですけどもこれもちょっと前なんですけども CM がですね「原宿行きたい」っていう,こうポスターでね「ブラックス・ライフ・マター」なんて別にそ,れそ,れまあそこには触れずにうん。 原宿行きたいみたいになってるんですね。まあ、どちらかというと、可愛い路線を前に出してるんですね。うん。でさ、この優勝した時ですよ。有言実行型でね、スポーツに政治を持ち込むなって、優勝してから言えって言ったら、優勝してね。うん。この時に日清の大阪営業所、大阪営業所っていうね、ビルディングのその下の銀色のね、書いてあるところを、大阪を、こう、坂ね、あれをこう、小里編ですか。それを坂のね、<laughs> 土編ですか。あっちの方に、 ガムテとマジックで <laughs>。ユーモアたっぷりに <laughs>。僕もそのユーモア学ばなあかんななんて思いながらね。やってたんですけども。さあさあ、この、その昔ですよ。日清さんの CM。ちょっと振り返りたいんですけども。その昔はですね、アーノリド・シュワレツネッガーですね。それがまあなんかパンパン、目をこねてたりとか。あと、ジェームス・ブラウン。覚えてありますかねあの、ゲロッパーっていうのあれかけて、味噌っパって、味噌の。 まあ、ラーメンですね味噌パーってジェームズ・ブラウンがね踊ってたりとか、うん、こういうまあちょっと面白路線みたいなのはやってたんですね2004年でございます2004年の「ノーボーダー少年編」ってこれ覚えてますかねまあったテロとかああいうのがある時ですよねうんまあ子供がまあピストル持ってですねまあその境界線がありましてその国境のねちょっと砂漠っぽいところで まあ、カップヌードルを食べると、そこにはメッセージが書かれてあって、世界には30万以上の少年兵が存在してます。私たちには一体何ができるでしょうっていう、このメッセージですよ。まあ、これをやった時にですね、まあ、少年ピストルも立つんかとか、まあ、そういうね、もう、ようわからん、もう、クレームもあったりとかしたんですけども、ちょっと社会派なって言ってるんですね。さあ、ここで思うのがですね、よく比較はされるんですけども、日清さんですよ。この、か、う、わ、ん、い路線を押してる。 これどうなのかってことなんですけど僕はバカじゃないと思うんでやっぱり日本に合わしてると思ってるんですねだからですねうん日本の方々にはまあそういうアメリカのね人種差別は歴史もないしどっちかでとも合わしましょうっていうことでじゃあですよこれ日清さんがじゃあ世界的な社会に合わしましょうっていうことであって CM がいきなりねブラック・スライス・マーダー ブラックスライスマだー,ー、ウーブーーーーンーーーーーーブラックスライスーー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 とーー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 ーね。ー here, get here. ーー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  e ーーー t ーー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 ー カップ麺の CM やってるっていうね。スポーツのやったらわかるんですけど、カップ麺。<laughs> 僕がやるやったらわかるんですけどもね。ギャラがいいのかなと。 じゃあお前やるんかって言ったらそうお金積まれたらそれもちろんやるじゃないですかそんなのそれは人間として当然のことなんでございますけども、うん、さあ,あちょっともうちょっと深く考えていきますけども2018年の全米オープンの優勝した時ですねウィリアムズのねあの時ですよね日本のテレビとアメリカのテレビの違いここもですねちょっと考察したいなと思いますね うん2018年にまあ全米オープンで優勝した時ですね、まあ、アメリカのテレビ、まあ、トークショーなんかにも引っ張りだこでしたよね。その中でもバラエティーです。 スティーブ・ハリーといってねアフリカアメリカンの方の、まあ、コメディートークショーですよそこへ出た時にどんなトークを繰り広げられたかというとやっぱりこうあん時緊張してなかったかとかねウィリアムスかなんかこうやっしゃべったけどあれなんやとかどちらかというとテニスをやるあとそれから一人の少女があそこに立ち向かっていくあとウィリアムス選手に憧れた一人の少女の心を聞いていくんですねうんでまあメッセージなんかもそのスティーブ・ハリーが送ったりはするんですね あとエレンというですね、トークショーですね、まあ、ジェンダーを超えた方のトークショーやったんですけどもこうもおしゃれでしたね「お金何使うのあなた」みたいな「お金のこと聞くか」とか思いながらねそしたら「うーん何使う一体車どうのこうの」とか言って「車ええよ」とかって言うを進めて,てテレビ書いて「ああそうじゃあちょっと一緒にとろとろ」って言ってあの「 スマホでね撮った時に後ろこそーっとスタッフがすごいでっかいテレビをまああれまあ打ち合わせしてたんですけどそういうサプライズも込みでやってたみたいなうーバラエティートークショーがありましたさあ一方ですよ日本ではどんなことになったかというとワイドショーなんか出てね日本語喋ってくださいなんて言って片言の日本語でねわみんなかわいいみたいなねわでこう片言でちょっと間違えただけャーってみんな笑ってねでこれが「なおみ節」みたいになったんですねやっぱりかわいい路線 ここなんですよね。ただ、日本の場合はそれ悪気はないです。う何しか、まあ可愛い可愛い,い、ああまあまあようやってくれたって感じなんですね、うん。さあ、ここでございますよ。彼女はですね、そのインタビューが終わった後、まあ雑誌のインタビューでですね、アメリカのインタビューね、日本人、アメリカ人、ハイチ人、黒人、アジア人、これよく聞かれるけど、これらすべて私ですっていうコメントをしてるんですね。なんかアメリカで言うと、バイレーシャルって言ってね、 まあ両親の人種がいろいろ違うってことはバイレーシャルなんていう言葉があるんですけど、まあそれをコメントしてある。まあある種大人のコメントですよね。さあ、ここです。日本がですね、まあよく幼稚みたいな、僕もよく言いますけどね、そういうことをね。と言われるのは、ここ2つあるんですね。この幼稚、まあ言ったらまあ可愛い文化ですよね。これは母親が赤ちゃんを愛すようにね、あ、可愛い可愛い可愛いなんて。僕なんかもそうでしたよ。 アメリカの彼女ができた時、親に合わせたら、親がね、ちょっと日本語覚え喋って、ああ、やった、やったって、うん、別にそれも悪気はないです。本当に、わあ、可愛いなって言って、まあ、ある種100点じゃないことですね。30点とか40点でも、それで子供をやしかなように、ああ、やったやった、可愛い、可愛いってあるじゃないですか。うん。ここのとこ。まあ、ある種平和っちゃ平和なんですね。ただ、もう一個あるのは何かというと、ここでかいですよ。自分よりも強くなられたり、対等の立場やる、になられると、 どうしていいいかかわらないだから自分よりも劣ってないとそれを認めないっていう部分も出てくると思うんですね。ここも相まってか何しかは日本のテレビは全て用心するしかもそうお客さんがいるだろうということを前提にね100点じゃなくすっていうことをするわけです。可愛い,いってことを持っていくんですね。 特にテレビがそうなったんですね。だから僕なんかも本当に非常にそこ悩んでるところですね。僕なんかどちらかと,いうと可愛くないじゃないですか。こうやってやっても。どちらかというと、憎たらしいとかね。<laughs> まあ、権威を茶化すようなことやってますから。<laughs> 不快やとかね。だからまあ、お笑いのとこなんか僕も入っていくときはみんなもこう、ふーっと同意っていいか。やっぱり可愛いというか、自分がダメなとこをさらけ出さないと。 うんでそこを見せるとみんな一斉にそこのとこ続いてくるでしょ。うん。それで,で、まあ、ある程度なったら、こう、飽きるっていう状態は状態なんですけども。あと、経験があるのがね、僕はね、一つあるんです。何かというと、コメディフェスティバルというのは日本で初めてやろうとしたときに、フジテレビです。で、やったとき、記者会見開いてもらったんですね。で、なぜか、その、メインのキャラクターがね、ボブ・サップと久本さんっていうね。まあ、そういうのになったんです。 記者会見でそのコメディフェスバルのことを聞くのかなと思ったら違うんです。二人はできてるんですかとか。まあ、ある種ちょっとまあサービスショー面白いノリで聞いたんでしょうが僕はその時は思ったから、なんと幼稚なね。なわけないやん。中ゅうかコメディのことを聞きようと思うんですけども、多分その記者はそんなのじゃ日本のお客さん喜ばないんだろうなっていうことを前提に聞いてるんですね。仕事でね。でもそれも舐めてるっちゃ舐めてますよね。 でもそういうのを喜ぶ人がいるっていうことを前提の日本のテレビなんですね。可愛い,いとかっていうのは。だから言葉をちょっと喋れないみたいなのをガンガンって笑ってしまうんですけどもさあここからは僕は思うこと言いますね。僕は思うのはそういうのもありだと思うんですね。そういう社会もあってもう本当に気持ちいいですよ、そういうのは。ただ、それは大人が分かってやらないと。意識をしてちゃんとこういうことをしてるんですよってやらないと。 分かってない。それが正解みたいになってしまうのは違うなと。あともう一つは、きちっとした大人の国際社会に向けた、そういう日本の社会もちっちゃくてもあるべきだと思うんですね。うん。なぜならですね、そういう幼稚園って言われたその社会が大人になってみると、これ危険になってるんです。なぜかというと、無自覚に差別をしてしまったりとかね、無自覚に人を傷つけてしまったりとか、こういうことにも、 なってくるんですやっぱりちゃんと意識をするっていうことも僕は必要なんじゃないかなと思うんですねだからですね大坂なおみ選手が日本でこうインタビューをするときですよまあかいなとか喋らせてどうこういうのはもう存在してるから僕は今こそ日本でちゃんと国際社会に出て行ってもいいような大人のしかも日本流の構成を作るべきだと思ってるんですね例えばですね日本でこういったことを聞かれるアメリカでこういったことから違いあなたはどう思われますかとかね日本じゃ分かりませんと アメリカのそういう差別とかそういう社会それ分からないで勇気のある行動をしたとそれを日本的にはどう捉えたらいいですかみたいなそういう質問もきっちりとしたね大人の社会のそういうのが僕はあってもいいんじゃないかなと思うんですねでもそれ自身がなんかもう寒いとかもう見てられへんとかっていう攻撃をされてる社会っていうのはもう止んでるんじゃないかなと思うんですねうん。 だからいろんなこと思いました、本当、日米の。アメリカばっかりで言い訳ではないです。あっちが正解でもあります。もうちょっと柔らかくソフトなね、かわいいも入れていけようと思うし、日本にもちょっと大人を入れていけようと思うんですね。そういうはずまの中で僕もいろいろと世界各国いろいろ回った中で、そんなジレンマを抱えながら今回見させてもらったという、そういう話でございます。あもしよかったらこのチャンネル登録の方よろしくお願いしますね。チャンネル登録、一つよろしくお願いします。